じゃあ改めておはようございます。おはようございます。急遽時間変わって申し訳なかったんだけど、まずは IPU のね、ゴールキーパーとして新入生入ってくれた、まず仲間を知りましょうというところと、あとは俺らがどういうことを考えながら、やってってるかっていうのを一度ちょっと頭の中で整理してもらって、そしてこう新たなこの2021年度進んでいきたいなと思います。プリビュー。で、まあ、ちょっと余談になるんだけど、ヤマトやリョウで今トップにいる2人にも来てもらって、まあ、1年目リョウなんかは2年間やってみて、で実際どうだったか、で今後どうしていきたいかっていうところを、後輩のみんなにいろいろ助言してもらえたらなと思います。コロナの影響で18まで自粛、19からトレーニング再開、そして25に開幕というところに向けて、まあ、コンディション的にも全然ダメだし、まあ、怪我の恐れもあるということで、ちょっと、まあ、言うことなので、一週間で体を作って開幕戦に持っていかなきゃいけないっていうところは、少し自覚をして、あんまり負荷かけすぎるとブチって切れちゃったりするから、体のコンディションと相談しながら進めていってほしいなと思うので、ちょっと自分で体を動かしたりすることをしといてください。はい。はい、じゃあ、まず、進めていってもらっていいですか？じゃあ、まず、3年生の上田です。よろしくお願いします。じゃあ、自己紹介の方していってもらいたいので、じゃあ最初は誰にしよう。じゃあもうマスイから行こうか。はい、広島南高校出身の松井俊介です。自分の持ち味はビルドアップとキック力です。大学4年間で頑張りたいことは、少しでも多く試合に絡めるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、 OK、 ありがとう。はい、じゃあ次は前川海君お願いします。はい、蒲田マレーさぬき出身の前川海です。自分の持ち味は、チーム全体を動かすことです。で大学サッカーでは全国大会に出場して活躍したいです。よろしくお願いします。和田東真君。はい、和田君お願いします。高知西高校出身の和田斗真です。自分の、ストロングは両足のキックです。大学では、少しでも、トップチームに絡めるように、頑張って、プロを目指したいと思います。これケンさんをミュートやめましょうよ。なんかすごいシュールすいませんね。はい、宇田直達くんお願いします。銀河学院高校の宇田直達です。得意なプレーは相手の隙をついた飛び込むプレーです。ー大学での意気込みは、 A チーム B チームどこのカテゴリーに行っても自分のプレーをみんなに知らしめて、最後まで楽しく、自分が楽しくプレーできるようにやっていきたいです。以上です。いいね。松島翔太くんお願いします。倉敷水晶高校出身の松島翔太です。得意なプレーは第一のプレーです。大学では上のカテゴリーでできて質の高いプレーをしたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いした。よろしくお願いします。終わっちゃったじゃん。山本くん、山本匠くん。立正大湘南高校出身の山本匠です。ストロングポイントはシュートストップとカウンターの時に相手のスペースにパントキックで鋭いボールを入れることです。大学で頑張りたいことは、早くトップチームに上がって試合に絡めるようにしていきたいと考えています。貝泉くん。福山伊予高校出身の貝泉智樹です。得意なプレーはシュートストップです。大学で頑張りたいことは、できるだけ多く公式戦に絡めるように練習していきたいと思います。なんか広島多くね。いやだって俺がいますもん。ああ、そういうことか。なんかこう見ても終始麻酔が笑ってるぞ。は？麻酔が笑ってるぞ。
あいつほんまに俺小馬鹿にしますからね。中国四国多いね。今年は九州いないよね。ああ、やヤマトじゃやっぱ集まんないっすよ。ああ、なんか言えよ。しょうがないです。多分来年めっちゃ来ますよ。飯塚来てる。あ、そうやね。確かに。来年です。森木くん、お願いします。米子北高校出身の森木梶です。両足のキックの精度です。謙虚さを忘れず、一日でも早くトップチームに絡めるように、日々の練習から頑張っていきたいと思います。池田くん、お願いします。佐賀県立宮城高等学校出身の池田凛です。自分のストロングポイントは肩の力です。大学で頑張りたいことは、自分今まで転校を結構何回かやってて、サッカーを続けられない結構時期があって、で、まあ、ブランクがあったりするんですけど、大学でもう一回本気で頑張りたいと思ってて、一つでも上のカテゴリーに行きたいと思っているんで、よろしくお願いします。じゃあ先輩お願いします。じゃあ坂本さん行きましょうか。 YouTube でおなじみの効果音つきまくりの坂本です。高知高校出身、坂本亮です。得意なプレーはロングフィールドです。あ、ロングフィールドです。ちょいちょい挟んでくるよな。まあ、今年の目標は試合に多く絡んでチームを救うことです。じゃあ大取りを務めます、轟山さん、お願いします。おはようございます。福岡県の飯塚高校から来ました、轟山です。4年間の目標はプロサッカー選手になることですけど、今年の目標はまず総理大臣杯とインカレで全国で活躍することで、一番の伝送に選ばれることです。じゃあここでやろうか。ちょっと少しIPU のキーパーが目指すところを少し話させてもらおうと思うので聞いててください。まあ、みんなは本当になんて言うんだろう、キーパーのこうね、魅力は一番分かってると思うので、その辺をやっぱりこう表現してもらいたいなと思うし、この後また出てくるけど、 IP の中でも一番のポジションにしなきゃいけないし、まあ、日本でも一番のポジションに、ナンバーワンのポジションにしていきたいなって思いがあるので、みんなでぜひいいものにしていきたいなと思うので、そういう志を忘れずに頑張っていきましょう。いいですか。これがですね、2014年、今年は春、キーパーキャンプできなかったんだけど、今年で10年目なのかな、うん、ちょっと人が増え始めた。最初キーパー1期生2人からスタートして、で1期生が今 J3 の、宮崎のテケバジャーロか、 J3 で活躍してるんだけど、そっから始まり、まあ、キーパーを高めようというので今年で10年目になるんだけど、これがリアティン、 JFL でやってます。でこいつは187あって、在学中にヴィッセル神戸の強化指定選手に選ばれて、2種登録をして、楽天のマークつけて IPU から神戸に通ったりしてました。で、まあ、最終的に契約してもらえずに、まあ、最後ガイナーレ鳥取、J3 のチームに契約してもらって、 J リーガーとして活躍して、今は JFL の琵琶湖、ミオ琵琶湖っていうところに所属しています。これが今高知ユナイテッドで、高知ユナイテッドは IPU のキーパーが、スタメンもサブも IPU のキーパーみたいなところからスタートして、俺らがやってることがしっかりと成果として出てきてる。で IPU の中でも卒業後に実際に JFL 以上で活躍してる選手は一番キーパーが多いので、その辺を意識してやってってもらいたいなと。これは毎年言わせてもらっていて、もう30人ゴールキーパーの組織っていうのは多分中国地方でもうちだけかな。他の大学はいても10人ぐらいだけど、そこがね、こうやってみんなが志持って IPU に集まってきてくれて、でキーパーの価値を高めていこう、そして一緒にみんなで全国大会目指そうというところで集まってきてくれてるから、やっぱり中国地方あるいは西日本、九州より、九州の大学よりも一番多いかもしれない、西日本をリードできるゴールキーパーの組織になっていきたいなというのが俺の中にあって、でまずそこをしっかりと頭の中に入れてもらってやってもらいたいなと思います。で今度レベルを上げることはもちろんだし、キーパーとしての土台を作って、で総合力を高めることで中国地方のキーパーので、結局さ、インカレとか行ってもめっちゃ攻められるわけよ。だからキーパー目立つんよね。伝送カップ行っても攻められる。でもそこでやっぱりこう神がかったセーブをする、さっきの坂本亮の話じゃないけど、ピンチをこう守るみたいなことができれば、本当に目立つポジションでもあるし、やりがいがあるポジションだと思うので、その辺をしっかり意識していってもらいたいなと思います。それが我々の宿命であるというところを意識してください。
IPU のキーパーのグループから毎年プロを輩出するっていうことをまあビジョンとして掲げてる。だけどそんな簡単ではない、うん、言うのはただだけどなかなかね難しい、ハードルも高いし、ただこう日本サッカー協会のビジョンね、よく見るでしょ、夢があるから強くなる、夢なくして成長、前進はないっていうところでは、まあ、さっきヤマトが言ってた卒業後プロになって活躍するんだっていうビジョンを持ちながらやる、まあ、それぞれみんな夢があると思うんだけど、その夢を持ってやっぱり頑張っていくっていうところを意識してほしいな。あの社会に通用する人間力をって書いてあるんだけど、まあ、キーパーの要素として必要なのはやっぱりリーダーシップだったりキャプテンシーだったり、やっぱ後ろから全体を統率図るっていうところでは、私生活だったり立ち振る舞いだったり、そういうところもしっかりとこう培っていってほしいなと思っています。ちゃんとやろうぜって正していけるグループになっていってほしい、チームの中で。もちろんキャプテンっていう立場があるけども、それと別にゴールキーパーっていう俺らがやっぱ各カテゴリーに絶対いるポジションだから、こうグラグラっと逸れていくようなやつがいたら正してやれるような立場になってほしいなと思います。でそれをするためにはやっぱり自分がちゃんとしてないと言えない。だから練習取り組むところだけじゃなくて、外に出た時もこうしようよああしようよって目配り気配りができる人材になってもらうと、多分プレーにもつながるのかなと思うので、これから新たなスタートが始まるっていうところでは、みんなちょっとその辺を高校と違うんだっていうことを意識してほしいな。もう二十歳、もうちょっと二十歳になる、大人になったら自分の責任になるから、少しでもこうコントロール舵を取れる立場になってもらえたらなと思うので、ちょっと荷が重いかもしれないけど意識してこの4年間やっていってもらえたらなと思います。